顔が良くない人は何をすればいいですか。顔が良くない人がどうこうとか言ってるのはですね、僕はかなりですね、間違ってると思っていて、今顔は良くなります。顔は正直良くなります。本当に良くなりますよ。まあ、ホストとか僕、まあ、今回やってまた思いましたけども、今整形があるじゃないですか。でなんかさ、その顔がいいか悪いかで言うと、顔がいい方がいいんですよ。もう120いいです。120方いい。仕事でも好印象を与えられるし、女の子とも遊べるし、まあ、やりたい放題ですよ。もう最高ですよ。でも、じゃあ自分顔悪いからダメだって諦めてる人いません？いるじゃないですか。それはもう、なんだろうな、選択をミスってるだけで、整形すればよくないですか。そんなに自分の顔がネックで、自分のに一生しかない一回きりの人生が、なんかすごく良くないものになるんだったら、整形すればいいじゃないですか。って僕思うんですよね。だから、なんか顔が悪いどうこう言ってるやつは、ただなんか不満言ってるだけなんですよ。行動したいんですよ。まず行動した方がいいです。本当に。そしたら絶対良くなります。今、整形すごいんで、みんな。はい、お金がないと借りててもいいんだよ。だってさ、変な話だと借りててもやった方がいいと思いますよ。だそんなに嫌だったらさ、そういう人いるんですよね、結構。なんか自分はこの顔だから自信がないし何もできねえとか、だったら金借りててもやればいいじゃんって思うし、だって自分の人生なんですよ。もちろん僕が指示することじゃないし、なんか僕がなんかするわけじゃないけど、そんなに嫌だったらするべきじゃないですか。だって普通に考えて、だってそれで良くなったらいいじゃないですか。でそっちでお金稼げるようになったらいいんじゃないのって。だから行動しないのに文句ばっかり言うやつが多いんですよね。だからダメなんですよね。で僕は本当にマジで思います。だからそれ決してね、顔をね、なんか理由にしないで正直欲しい。そう、それこそ DJ 社長もイケメンになったっすよね。 DJ 社長もイケメンになったって言われてますから。はい、僕はもともといい。いや、僕は確かにもともといいかもしれないですね。はい、でもめっちゃ努力してますよ。めっちゃ努力してるし、もう本当に同世代の人たちと比べ物にならないぐらい努力してますよ。もうリフトアップしてみたりとか、ハイフ打ってみたりとか、ボートックス打ってみたりとか、アートメイク入れたりとか、全部そのオールクリニックの坂本さんに言って、少しでもダメな部分があったら全部直してます。全身脱毛とかもして全部。だからとにかくなんか気になった件があったら坂本さんに電話してます。はい、例えば最近何やったかっていうと、最近ね、今だいぶ良くなったんですけど、なんかやっぱり、まあ正直自分も言いたくねえし、こういうこと言うとすごい傷つくんですけど、やっぱ年を取ってきたんでですね、シワができるようになったんですよ。で例えばこことかでこうやってやったら、もうあんま出ないけどちょっとシワ出るじゃないですか。だから最近すごくそれが気になったんで、坂本さんに電話してなんとかしてって言って、ボトックスを打てばいい、治るっていうから、ボトックスここに打ちました。まあ、そういう風に結構努力してるんですよ。だからなんとかなってるんで、みんなね、そのなんか顔とかのことって努力してダメだったら文句言うのいいけど、なんだろう、ブサイクだからどうこうとか関係ないですよ。変われますから。はい、人は変われます。現代は変われます。はい。